川崎重工業川崎重工業航空宇宙システムカンパニー川崎重工業航空宇宙システムカンパニーは川崎重工グループの中核会社川崎重工業の社内カンパニーで航空宇宙軍事関連製品の製造部門前身は大日本帝国陸軍の専属メーカーとして戦闘機などを開発製造していた川崎航空機使用工場は 航空宇宙事業は、岐阜県各務原市にある岐阜工場、愛知県八富市にある名古屋第一工場、同県飛島村にある名古屋第二工場。航空機エンジン事業は、兵庫県明石市にある明石工場、同県神戸市にある精神工場。2018年4月1日、航空機エンジン事業は、航空宇宙機体事業を統括していた。 航空宇宙カンパニーと統合し、航空宇宙システムカンパニーとなった。遠隔遠隔岐阜工場、名古屋第一工場、名古屋第二工場では、航空機、宇宙関連機器、誘導弾を製造している。製品品目は以下。明石工場、精神工場では、航空機ジェットエンジン、航空用、白用ガスタービンを製造している。製品品目は以下。 陸上自衛隊の時期多用途ヘリコプター UH-X の選定において自衛隊幹部との談合が発覚。当時選定が決定していた簡素化ヘリコプターをマイナス1をベースにした UH-X 開発が白紙撤回され時期ヘリコプターの調達が大幅に遅れる結果となった。役員体制の変更、カンパニーの改変。 組織改正役員の移動、業務執行体制の改正及び人事異動について2018年1月31日、川崎重工業、2018年8月7日閲覧。ありがとうございます。